皆さんこんこにちは経済産業省新エネルギー産業技術総合開発機構主催イノベーション・フォー・クール・アース・フォーラム第7回年次総会にさまざまな場所からご参加いただき誠にありがとうございます。今年は新型コロナウイルスの影響によりフォーラムは完全にバーチャルの会議として開催されています私は藤本と申します。 このフォーラムの司会を務めさせていただきます。それでは開会式を始めます。まず日本の経済産業大臣梶山弘志様にビデオメッセージをいただいています。ではビデオメッセージをここでご紹介いたします。おはようございます。そしてこんにちは、こんばんは。経済産業大臣の梶山弘志です。 今回第7回の ISEF 開催にあたり、世界のイノベーションの議論を牽引する有識者の皆様とお会いできることを楽しみにしておりました。しかし新型コロナウイルスの影響で皆様を東京にお招きすることがかなわず、大変残念に感じております。オンライン開催となった本年の ISEF の開催にあたり、時差の中参加いただいた各国の皆様を各国の皆様に歓迎の意を表するとともに。 運営委員の皆様をはじめ、関係者の尽力に感謝をいたします。我々は足元の新型コロナウイルスを克服し、経済を回復させるという重要な課題に直面しています。また、中長期的には気候変動問題にも立ち向かわなければなりません。状況は複雑で困難なものであります。しかし、私はこれを日本の経済社会を再構築するための好機と捉えています。 気候変動問題について日本は取り組みを加速し世界の脱炭素化という究極の目的に向かってリーダーシップを発揮します具体的には革新的技術の開発により産業革命以来増加を続けてきた CO2 をゼロエミッションを超え減少に転じるビヨンドゼロを目指しますまたこのイノベーションを新たな成長の源とし環境と成長の好循環を追求します このビヨンドゼロの実現には、技術の研究開発・実証のみならず、製品の形で技術の社会利用を促していくことが必要です。例えば、CO2 を分離・回収する技術と、CO2 由来のコンクリート製品を製造する技術は、それぞれすでに実現されています。これらの技術をどのように組み合わせ、市場を作っていくかが、社会実装に向けた鍵になると考えます。 また同時に世界の潮流を捉えまた日本の取り組みを世界に発信するなど人々の問題意識を高めていくことも重要です今年は本日からの1週間を東京ビヨンドゼロウィークとしてエネルギー環境分野の世界のリーダーによる議論を深めます具体的には6つの会議を集中して開催する予定です本日の ICEF を皮切りに 国際共同研究の創出に向けた環境を整備する RD20 イノベーション実現・移行を支える資金動員について議論する TCFD サミットさらに水素社会の構築カーボンリサイクル LNG の脱炭素化といった個別の挑戦課題について議論する水素閣僚会議カ,カーボンリサイクル山岳館国際会議 lng 参照会議を開催します先日「産総研ゼロエミッション国際共同センター」のセンター長でノーベル賞を受賞された吉野先生と意見交換の機会がありました先生によればサスティナブルな社会の実現に向け要素技術が揃いつつある環境やエネルギーに関する技術と AI や 5G IoT といった横串技術を組み合わせていくことが重要1万人分の1人の研究アイデアを2つ掛け合わせると1億人分の1人のアイデアとなりこれにより世界に通用する希少なアイデアが生まれるとの力強いお話をいただきましたこの ICEF こそまさに世界各国から英知が集まり発展的な議論を行う場です 先週開催された ISEF の分科会では、16の国地域から49名の政府、産業界、アカデミアの専門家によりビヨンドゼロを達成するための革新的技術に関する活発な議論が行われました。本日から始まる本会議では、これら専門家の議論を総括するとともに、さらに女性の参画 ファイナンスの観点も合わせ、ビヨンドゼロ実現に向けた道筋について議論が行われるものと承知しています。今回の ICEF を通じて、世界の様々なステークホルダーがアイディアを交換し、環境と成長の好循環及び世界のビヨンドゼロの実現に向けた道筋について具体的な議論がなされ、その成果が世界に広く発信されることを期待しています。 皆さんありがとうございましたご清聴ありがとうございました。それでは田中信夫委員長にご挨拶をお願いいたします。ICEF 運営委員長、田中グローバル代表、笹川平和財団元会長、IA、e、国際エネルギー機関元事務局長の田中委員長、お願いいたします。どうもありがとうございます。梶山大臣。 非常に素晴らしい開会のご挨拶をいただきありがとうございましたさて今回初めて完全にウェブベースとなった ICEF2020 年を開催いたします東京ビヨンドゼロウィークの一環として開催しております皆様ようこそご参加くださいました IA、e、によると新型コロナウイルス化においても再エネの発電は増加している他の電源は低下しているという状況ですコロナは 脱炭素化への変革を加速していると言えます私本当に驚いたんです IEA のファティ・ビロル事務局長がそのネットゼロエミッションの達成について楽観的な見通しを示しておられましたこれはエネルギーテクノロジーパースペクティブ2020という刊行物を発刊したときにそのように発言されましたその理由いくつか挙げておられます え1一つは再エネのコストが下がっているということ2つ目各国の中央銀行がコロナからの経済回復のため低金利政策を取っているということそして3つ目多くの国の政府が野心的な目標を維持しているということです最近中国の習近平主席が炭素中立を2060年までに達成するという目標を 公表しましたまた EU のグリーンディールそれからグリーン刺激策これも大変に素晴らしいものですカリフォルニア州は内年期間の車両の販売を2035年までに禁止すると発表しましたそして4つ目多くの企業がカーボンニュートラルな目標を公表しています特にグローバルな巨大テクノロジー企業 g a f a ラスマイクロソフトテスラといった企業です でこの事務局長はもちろんパリ協定を達成することはこういったいろんな明るい展開があってもやはり困難なのだということは強調しておられましたこの ETP という見通しによると既存のプラントや施設の脱炭素化が非常に難しいと指摘していますえ特にアジアの新興国で最近建設されたそういった施設の脱炭素化が難しいというわけです 2050年まででのネッットゼロエミッションンを達成すするには膨大なインフラ投資が必要です例えば世界最大のインドのバ,バハドラ太陽光発電所の規模のものを2日に1つ作っていかなければならないあるいは日本の福島で作られた電解世界最大の電解装置これを1時間おきに1つ作っていかなければならないそして世界最大の CCS プラント ノルウェーのノーザンライトプロジェクトこれを毎週1つ作っていかなければならない2050年までそれを続けなければならないということです IA は持続可能な未来のために4つの重要な技術を指摘していますで、それがこの持続可能な回復計画の中に示されていますその4つとは水素電池 CCUS それから小型モジュール炉ですで、これら全てについてこれから触れていきますが この中でもとりわけ水素に今年の ICEF では大きな関心が集まっています。というのも最近欧州の方でグリーン刺激策パッケージが決定されたそしてその中で水素インフラが強調されているからです。もしかすると水素というのは脱炭素化された未来の共通要素になるかもしれません。ブルー水水素素ににはは CCUS が必要ですグリーン水素にはサイエネとそして電解装置への 膨大な投資が必要です小型モジュール炉は柔軟に水素に対応できますいわゆるブルーオーシャンオーシャンプランまこれは養生風力を使ったものですがこれも水素をそして貯蔵を活用することによって拡大できます大型車により長距離の輸送の脱炭素化にも水素は役立つそれから 炭素集約的な電力産業セクターの脱炭素化にも役立ちます多くの国がグリーン刺激策を導入しようとしていますコロナからの経済復興を果たすためですがこれこそが非常に大きなチャンスになるわけです梶山大臣がおっしゃったとおりです IEA によるとこの持続可能な回復計画により2019年昨年がこのグローバルな排出量のピークになるそして パリ協定を含む長期的な気候目標の達成に向けて進むことが可能だと指摘しています。今年、多くの水素関連のイノベーションがトップ10イノベーションの候補として挙げられています。皆様もぜひこのトップ10イノベーションに投票することをお忘れないようお願いします。もう一つ、今年の ICEF のフォーカスはジェンダー平等です。今年のテーマは コロナ禍におけるビヨンドゼロ排出社会に向けてのアクションジェンダー平等に焦点を当ててとなっていますコロナが想起するのは正義という言葉ですブラックライブスまた黒人の命も大切だというのは画期的な運動ですコロナそして気候変動の影響をより強く受けるのは男性よりも女性です気候変動とコロナは実はこれはジェンダー中立ではない しかし女性は投票することによってまた指導的役割を担うことによってこの状況を変えることができます多様な意見が交わされる活発な議論が交わされるように今年の ICEF においてはパネリストの半分を女性にするよう私は提案しましたほぼそれを達成できました47%となっています実際今年の分科会 多くの女性のパネリストがいてより活発なそして興味深い議論が行われたと感じていますそしてこの後ジェンダー平等に関して5人の非常に優秀な女性のパネリストによる議論が行われます ICEF2020 をぜひ楽しんでくださいありがとうございました田中委員長ありがとうございました以上でイノベーションフルアースフォーラム第7回年次総会の開会式を終わります